さかまた？変な声がするんです。あの辺から。たわわじゃのこの声。よし、よしかい、よしかい。もっとスミスさん。おダリエルじゃねえか。おお、じゃないですよ。また酒井君に注意されますよ。師匠、お気に入りのミスリルだからって火事場から勝手に持ち出すのは困ります。で、ったく、あいつ時々うるせえんだよな。在庫管理を徹底してるんですよ。いい弟子じゃないですか。まあな、すげえいい弟子なんだよ。あーね、もうちょい、もうちょいだけ触らせてくれや。ここのところ鍛冶師がうじゃうじゃいてさ、たっぷりいい子いい子できなくてよ。ねえお願い。もう少しだけですよ。ありがとう。あいいいい、よし来い。スミスさん、そろそろ行きましょう。今日はあなたが主催した祝いの場じゃないですか。そうじゃった。おいバカ弟子、おめえは今日で免許買いでんだ。あれ、こいつをやる。これって師匠の土じゃないですか。おお、どれにも触らせてくれなかったのに。ダリエル、これからはこいつがおめえを助けてくれるぜ。鍛冶師になって70年、ベッドマナーは棺桶に持っていくと決めてたんだけど、ダリエルのせいで全部変わっちまった。わしは幸せもんだわ。人生で夢を託せる奴らをこんなにモテた。ありがとな。